ウマ娘のエイプリルフールに対するみんなの反応。そういや明日エイプリルフールか。エイプリルフール、ウマ娘はどんなネタやると思う？ジュエルないからもっと配って。エイプリルフールはこの仕様になるんだ。開発初期でもスペちゃんの顔可愛くできてるのさすがや。昨年の4月1日トピックス、今年はどうなるかね。目白参加がエイプリルフールだったの全く記憶になかった。つまり今年は桜参加ってこと？以前別のなんかのソシャゲで1週間限定アプリとかあったよな？ああいうのウマ娘でも出たりするんかな。プリグラは今年も配信されます。あのプリグラが帰ってくるぞ、4月1日から一緒にやるぞ。SD モデルの 3D の出来もいいし再現は買い切り方のゲームやアプリもどんどん作ってほしいわ。グランドマスターズの名前がプリコネとかぶりの相乗効果で謎のトレンド入りしてたな。ブルボンがブルボンロボに変形します。いつも通りじゃん。光る、喋る、変形する、デラックスミホのブルボン。ファルコファン3兆人からもう1年か。今年は3兆人ぐらい増えてるかな？ウマ娘も全ウマ娘30ミニッツシスターズコラボしようぜ。品薄すぎてファンでも手に入らない地獄が発生するな。今年は桜応援歌やで。去年のファルコのもそうだけど少し前に桜のウマ娘たちが準備しているみたいですってお知らせに来てたしね。キャラを立てた書き方されるとデジるから困る。その日1日だけ、ウマ娘が4本足の謎の生物に変化します。ウィニングポスト10、ってこと？せーの、ビクトリー。すみません、中山競馬場はどちらでしょう。今年は桜が騒がしいですね。来年は成田の出番だねー。待ちかねやぞ。レジェンドレースで時のみのると対戦できます。もう4月とか嘘でしょ。繰り出すかがまだ Y の手元に来てないからまだ12月だぜ。専用ゲーム作るプリコネや FGO とかは毎年毎年力入れすぎなんだよ。エイプリルフールなんてボーボボやハオウキチとゆるーくコラボするくらいでちょうどいいんだよ。一方エイプリルフールに最高難易度譜面をぶち込んだデレステくん。あの色切り替えるのは無理ゲー。成田特攻ローテン実装か。企業側が壮大な嘘企画を作らなきゃいけない日になってるな。R タイプファイナル2とかいうアイレム時代にやった4月ネタをよりによって4月1日に告知して実際にゲーム化したグランゼイラ。アイレムのエイプリルフール企画に携わってた方とお話しする機会があったんだが、マジで9月にメンバー招集して半年かけて作ってたらしいな。なぜか本当の企画しか言わない棒を振ね。専用ゲーム作ったのなんならグラブル君が先じゃなかったっけ？3兆人から1年か早いなぁ。拝金しただしファルコ、見るたびにしたかみそうと思ってヒヤヒヤする。ウィンディちゃんとっておきの秘密を暴いたのだ。実はタズナさんって馬娘なのだ。馬耳を見たのだ。1時間後ウィンディちゃんさっきのはエイプリルフールなのだ。さっきのはエイプリルフールなのだ。期間限定でモブウマ娘育成来てくれてもいいのよ。おととしのエイプリルフールは人参ハンバーグクッションだったような。あれは本当に作って発送するとは思わなかった。ウマ娘っていうほどエイプリルフールネタってやらないよな。別のサイゲだとそれありかってことを切るんだが。準備期間が周年イベントと丸かぶりでクソ忙しいのは不利だろうなと思う。プリグラに習ってツンデレキャラがチャーハン作り続けるとかでいいで。その前に成田参加をですね。アプリ起動とともに流れるウマぴょい伝説のライブ映像、競り上がってくるタズナさん、というネタはいつか来る。巻き場を元のままがレースに登場。トプロのアニメとローレルの漫画もあるし今年は成田軍団 VS 桜軍団かな？桜参加は引き裂いた闇が吠えてテートが震えそう。スーパーレジェンドレース、覆面をした緑色の服のウマ娘、頭に猫を乗せた覆面のウマ娘、ムチムチした覆面のウマ娘。勝てたら温泉旅行でお願いします。目白の7人が合体して七英雄的な何かになる。佐賀競馬場とコラボ来るな。ロマンシング佐賀？ビクトリークラブの歌はありえそうだな。桜と名のつく面々がうんぬんとかあったがさすがに他のことか？目白参加独唱倍目白ラモーヌ。
本当に独唱しそうだあの人は。それはともかく、ラモーヌの歌唱も追加してほしいよな。オイラはミスター CB。究極的には、元の史実での性別に戻る。実際馬息子は見てみたい、モデリングが大変だろうけど。ウォッカなんかはそのまま馬息子化しても通じるな。ウォッカは史実も娘なんですが、ゴルシが何かやりそうだけど今年もゴールデンウィーク担当かな。馬がネタ方面で力入れてるのはゴルシウィークだよな。今年は桜でしょ、桜ビクトリークラブ祭りがすでに予告されている。爆心爆心爆心やチヨ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 の王とかあったから桜ヨーデルとか来るかもしれない。三女神サポカカンと鼓全員に配布します。今年のシャーガーはどのレースに出てくるのだろうか。一部のレースの実況が千葉茂になる。騎手の友人サポカが出る。全キャラ馬マスク。武豊の声でタイトルコール。武豊がタイトルコールはありそうでやだな。音ゲー実装。ボボ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 コラボ。去年は一応目白参加がエイプリルフール枠だったんだっけ。デアリングタクトがホーム画面を横切る。タズナ育成。シンボリ参加欲しい。ロビーにオペラ王像とマーチャン像設置。育成の時のキャラモデルがデフォルメの闘神になる。エイプリルフールにジャスタウェイ実装。午前中は銀玉コラボでこけし爆弾がゴルシと会話してて、午後からしれっと馬娘になる。ゴルシで我慢しなさい。イベントレースジャパンワールドカップ。馬娘が自転車に乗ってレースするチャンミ開催。タイトル画面の映像が全部実馬。成田間の歌唱曲追加。タズナさんがキレッキレのダンスしてくれるだけでもいいぞ。ホーム画面のセリフが初期設定準拠になる。SSR 細江純子。ホームにバー細純海洋だぞ。レース実況全部青島。想像したら笑った。もちろん長距離や府中の長い直線での誰も再現してるんだよな。大接戦ドゴーン2023番聞けるのマジ?1名様にマーちゃん着ぐるみプレゼント。オープニングやキャラの固有にマーちゃんの着ぐるみが映り込む。人参ハンバーグのクソデカクッションを出したことがあるからないとも言い切れないのが怖い。理事長育成実装。栄光の目白家とかいう謎の育成シナリオが期間限定で追加。小栗が断食をする。なんか実況が杉本さんになってる。馬娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。